最年少ですよね。そうです。まあ、遠慮はしてないですね。だからそれこそなんかめっちゃ気使わなきゃみたいな先輩もいないんで、すごいやりやすいです。斉藤選手から見て西田選手のプレーとかってどう見えてますか？シュートとかも見えてるんですよ。おー、楽しいです。めちゃくちゃいいパスくれるっすもん。ちゃんと打ち切りたいと思います。いいパスくださいね。大活躍、頑張ります。寂しくってたじゃないですか。あの通り行ったら普通に会って、たくまの部屋にあったよ、あの部屋の前に置いてたから、こっちにあるよつって教えたんですけど、なんかあんま素直にありがとう言ってくれないんですよ。疑ってるやん。いや先に疑ってたのたくみですかね。先に疑ってたのたくみですかね。なんでドイツさんニコニコしてるの。どういうこと。僕も思ったし。ベンチ始まる前に、塔がなんかこの窓が出ないんです。本当に残念。It's really disappointing. So I thought he played great for his first camp. この最初のキャンプ、すごいよくやってくれたし、チームのためのエナジーとか素晴らしいことやってくれたと思うし。This is the kind of player we want. で、チームとして文化を変えるためにこうみたいな選手が欲しい。So Cole, I thought, would probably want to leave, go back to his team. He doesn't want to. He wants to stay here. 自分の家に戻りたいのかなと思ったけど、いや、残りたい。Let's work and let's we're gonna miss him, but let's we gotta pick it up every single person. コウがいないのは残念だけど、gotta pick up that energy. みんなもその分エナジーをみんなで出し合おう。I just want to say, man, I had fun at the camp and y'all made practice fun. キャンプ楽しんだ。まず、練習楽しかった。キャンプ楽しかった。Anybody practices with their individual B league teams, but everybody just have fun. みんなその普段は違うチームでやってるけど、同じバスケットボールプレーヤーとしてすごく楽しかったし、日本代表としてまず勝つためにみんなそういうマインドでこれからも挑もう。はい。
それ何キロのぶら下げてたんですか？これ10ですね。重くはないです。10キロで10キロある。回数も少ないんで、そんなに。試合前だからやりすぎない？いや、疲労を見て10キロとかでやるときもあるんですけど、ナイス。I'm gonna skate high grip. そう。僕、ゆうきさんにシュートショップ買ったんですけど、あの、なんでいなかったんですか？僕は映さないでください。きついんだよ。恥ずかしくないですか？俺基本まともな会話苦手なんだよ。なんかちょっとふざけた感じの、そう話の。そう見せてくれるような会話で。ピロピロピロ。いやそれはちょっと、ね、会話じゃないんだよ。匠とはね、ジョーンズカップで一緒で。ジョーンズとユニバでした。あ、ユニバか。ジョーンズカップじゃないか。ジョーンズはユニバか。ユニバのやつ、ね、合宿、オーバーエイジ枠でなんか合宿に参加した時に仲良くなって、最初なんかね、タクマとタクミとユーセだっけ、そこら辺固まっててなんか面白いことしてるんですよ、陰でコソ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 。いや、俺そのグループに俺入ってるつもりなかったっす。入ってるつもりないっていうか、あの本当にその3人、今言った野茂さんと拓磨と3人の杉浦がずっとなんか体ぶつけ合ってなんかこんなんやって遊んでんすよ。だからなんか逆に僕もふざけ始めないとなんか僕がおかしい人みたいになるんですよ。逆に見ちゃうから、その空気を作り出すの3人で。そんな出会いが始まり、こうやって今もバスケ一緒にできるの嬉しいですよね。なんか急にっぽいコメント使うんですよ。締め立て戻ってるんですけど。トムさんの奥さんが作る料理何が好きですか？全部好きです。あー、これが多分正解だったんですよね。上手、本当に上手です。本当ですか？いや、上手。やっぱり何でも作る、いろんなジャンル、はい。彼女はもうフランスも行って、うん、コーダンブルーの学校、クッキングスクール行ったんです。へぇ、本格的。何でも美味しいです。日本人の友達5人ぐらいにいるんですよ。で、奥さんは作り、あのよりは作るは上手から、みんなが食べ物を買ってうちの家に来て彼女作ります。これで作ったやつ。そう、はい、すごい、シェフ美味しいです。ちょっと引っ張るよ、先生やって。やっちゃった、私。やっちゃった。いや、ちょっとこいつにも話しましょう。あーって目閉じて、いい目閉じに開けて、あと2回ぐらい行くわ。ラスト。終わらない。
えすぎやって。ああ。うわすごいマジすごい今。昨日はよく寝れました？あ寝れたんですよ。ここのケアのおかげで。ああいいよ言わなくてもいい。いや言った方がいいと思う。いや言うよ。それしててもかっこいいな。どこが？何が？あ、目が。レアショットだ。確かにケアしてるとこなかなか取れないし。初かもしれないよね。やったー5年千葉でも今シーズン1回も入ってないよ。ただ来たの本当部屋に遊びに来る時だけでしょ。ただ横でお菓子持ってくる。NTC の合宿最終日に全然疲れていないって書いてたからすごいなと思って。基本あんま疲れてないよね。リラックスしてるでしょ。その、うん、てか練習中と練習後それは走った後は疲れてるけどあんま残ってはないかな。練習は練習で取っとるもんね、うん、練習のね、谷さんそうっすね。いやなんか今日入ってっていいのかなと思って会話に貴重な友達そう貴重なシーンだからやっぱファンの人は気遣ってあんまり、はい、余計なものが映らん方がいいかなと気遣ってました。二人は今まで関係はあったんですか？関係ですか、うん、あったな。ちょっとアメリカでいろいろありましたね。懐かしいな。確かにダンスやったけど、まあ、この辺だったんですよ、最初で。待って、日本食食べに行ったよな。都市的には僕の方が上じゃないですか。だから僕が学生で皿洗いしながら稼いだお金で出すよって言ったら、いや学生にお金出させれないよって結局割り勘だったんですよ。割り勘か。鮮明に覚えたんだ。それだけはもう俺はっきり覚えてる。終わり。ちょっと待ってもらって。NEXT。そうよ。時間だった。何俺ここにインサイド暁に映りにだけ来たら。何もない。